一員かやろうぜさん、本当にありがとうございました。まだ学生って身分なんですけど、誘われた方にはしっかり楽しもうと思うんで、皆さんお願いします。よし、紹介。いや、学生だったのか。すいません、ボーカルギターの会社を少し上げてください。お、聞こえてるよ。プロっぽい、プロっぽい。まあ1曲目終わりまして、次の曲なんですけど、まあ、僕じゃなくて、僕らはオリジナル
を作ってるわけなんですけど、まあなんか曲作るにあたってなんかこう、まあ、どういう曲にしようかみたいなあるじゃないですか、やっぱ。でなんか一人の男の子がこう、まあ、モテなくて彼女もできなくてどうしようってなった時に、まあ、彼女いらないからせめて、おお長田セフレかなんか欲しいなっていう。まあ今今完全に完全に鏡さんの流れでしたから続けて長田先生来たところでやりとります、うん、来てください、セックスフレンド。うわい聞いていただきました、セックスフレンド。いいね、ビデオ撮ってください。はい、いいね。疲れました。分かった。このまま若いね、はい、若い。まあ、続いての曲なんですけれども
まあ、僕ら稲毛から水道橋に越しまして、水道橋の街をこう散策してました。まあなんかお昼でも食べようかなと思って人のお店に入ろうと思ったら、なんかじゃあお店入る前にタバコ買おうって言ってタバコ屋探したんですね。したらなんかタバコ屋、タバコ売ってるお店なんですけど、明らかになんか様子のおかしいタバコ屋があったんですね。脱法ドラッグ、脱法ドラッグ、危険ドラッグ、聞こう いいんですけど、ま、本当に、なんかそんなおかしな店があって、まあ、店中に変な張り紙やら何やら貼ってあって、おじいさんもなんかもう本当ギリギリ生きてるみたいな、本当にそんな感じの店があったんですよ。死の淵だ、まあ、これを曲にできたらなと思って書いた曲です。え、何の店だったの？脱法ドラッグ聞いてください。
your brain, cook my together. Don't want to play what such a bridge. I want to play but run down dance. I want to play but I鉄とかある通りのクリーニング屋が、まあ、火事になってその火事を思って、まあ、どういう心境だったのかなっていうのを思って書いた曲です。聴いてください。お前が言うなよ。
曲名は決まってません。 聴いてください。
ました。